アレクサンドル・ド・ブルノンビル、アレクサンドル・イ方ポリト・バルタザール・ド・ブルノンビルは、フランス出身の貴族、軍人。神聖ローマ皇帝家及び、スペイン王家の両ハプスブルク家に仕え、皇帝軍元帥、カタルーニャ副王及び、ナバラ副王を務めた。北フランスの貴族ブルノンビル公爵家出身で、神聖ローマ皇帝軍に仕官して三十年戦争に、従軍、 1645年のネルトリンゲンの戦いではベストファーレン帝国クライスの軍隊を率いた。スウェーデン軍との戦闘で戦功を立て皇帝軍少将に昇進した。戦争終結後の1649年にスペイン軍に移りフロンドのランゴにスペインの核将となったダイコンでの帰化に所属した。フランススペイン戦争ではシャテル、ロクロはアラスなどで戦う。 コンデアンブリを4ヶ月にわたって包囲し、占領したバランシエンヌを包囲されつつ守り抜いた。1658年、スペインをフェリペ4世より、スペイン貴族としてのブルノンビル公爵位を授けられ、同時に占領地アルトワの総監に認じられた。1672年に始まった、フツラン戦争では、ブランデンブルク戦帝抗フリードリヒビルヘルムと共に、 皇帝軍の指揮官として参戦した。1674年のエンツハイムの戦いでは、敵将トゥレンヌ元帥に大きな損害を与えられたが、トゥレンヌの進軍を押しとどめることには成功している。1672年に、金曜毛騎士団の騎士に除任された。1676年、神聖ローマ皇帝レオポルト一世により、皇帝軍元帥の地位を授けられ、 同時に皇帝軍第二強攻機兵連隊の連隊長に任命された。その後は行政官として再びスペインに仕え、カタルーニャ副王、ナバラ副王、カンタブリアの総監を務めた。ありがとうございます。